外な特徴といいますと、あの屋根裏の機器になります。一般的な電車ですと、2030年、営業運転実現に向けてですね、これまでの知見を生かして、具体的な、詳細の営業運転に向けたですね、設計検討に、シフトしていきたいというふうに考えております。